PC-9821 シリーズ98マルティキャンビー PC-9821CB98 マルティキャンビーは日本電気製の独自アーキテクチャを採用したパーソナルコンピュータである PC-9821 シリーズのうちマルチメディア機能に特化した家庭用パーソナルコンピュータのシリーズ名である。キャンビーとはキャンビー E、すなわち慣れるの意味である。 単なるパソコンではない、テレビや CD プレイヤー、ファックス、ワードプロセッサー、ゲーム機にもなる、オールインワンなマルチメディアマシンを歌い文句にし、テレビチューナー、CD r o m ドライブ、ファックスモデム、MPEG ボードなどを搭載していた。98ランチという独自のランチャーアプリケーションを備え、Windows のインターフェースよりも視覚的な分かりやすさを持っていた。 ステレオスピーカーを装備していたほか、リモコンを装備していたことも特徴で、テレビや CD プレイヤーの操作ができたほか、簡易的なキー操作も可能だった。また音源も豊富に持っており、ゲームに威力を発揮した。標準添付のソフトウェアも充実していた。ただし、様々な機能を詰め込んだ代償として、拡張性はあまり高くはなく、主に初期モデルは、 パソコンとしては非力であったためスペックに余力がなく複数の機能を同時に使うには支障が出たりする弊害もあった。大抵の世代でディスプレイ一体型と分離型のモデルがあり、性能的には分離型のモデルの方がやや高い。一体型モデルはステレオスピーカーも本体に内蔵している。機種によっては標準で搭載されていないものもある。 初代から8代目までの98マルティキャンビーが製造を発売された。詳細は下記を参照されたし、全機種に倍速 CD ロムドライブが搭載されている。PC-9821CB CPU i486SX メモリ 8MB HDD 210MB OS MS-DOS 5.0AH Windows 3.1994年10月に発売。初代キャンビーの一種で15インチ CRT ディスプレイ一体型の機種。ステレオスピーカー内蔵。フロッピーディスクドライブが1機のものと2機のモデルがある。モデル2階は FAX モデムを標準搭載したモデルであった。c バスは1スロットのみ。PC-9821。 CXCPU i486SX メモリ 8MB HDD 270MB 540MB OS MS-DOS 5.0AH Windows 3.1994年10月発売初代キャンビーの一種15インチ CRT ディスプレイ別体系本体は横型で上にディスプレイを置くことができる 付属のステレオスピーカーはディスプレイ横辺に取り付ける形。C バスは3スロット装備。PC-9821CAF、CPU、Pentium、メモリ、8MB、HDD、540MB、OS、MS DOS5.0AH、Windows 3.1994年10月発売。性能面は、 PC-9821CX とあまり差がないが、この機種のみ Pentium が搭載されていた。c バス s は3スロット装備。初代のスペックを向上しさらに機能追加された機種。筐体デザインが一新されている。MS DOS のバージョンが6.2になった。PC-9821CB に c p u i 4 8 6 d ラック x メモリ。 8MB HDD 420MB OS MS-DOS 6.2 Windows 3.1995年6月発売 CRT ディスプレイ一体型の機種先代は15インチの CRT ディスプレイが内蔵されていたが本機は14インチ CD-ROM ドライブは倍速 c バスは2スロット PC-9821CX に CPU、Pentium、メモリ、8MB、HDD、420MB、850MB、OS、MS DOS6.2、Windows 3.1、1995年6月、発売。15インチ、または17インチの CRT ディスプレイ別体系。Pentium 搭載機、4倍速 CD-ROM ドライブを装備。c バスは3つ。 Windows 95の登場に合わせて販売された。筐体デザインは2台目のままだがスペックが向上し、全機種 Pentium になり、16MB のメモリが標準搭載された。PC-9821CB3 CPU Pentium メモリ、16MB HDD 850MB OS、Windows 951995年11月。 発売。14インチ CRT ディスプレイ一体型。4倍速 CD ロムドライブを装備。C バスは2つ。PC-9821CX3、CPU、Pentium、メモリ、16MB、HDD、850MB、1.2GB、OS、Windows 95995年11月。発売。15インチ。 または17インチの CRT ディスプレイ別体系。ペンティアム搭載機。4連装の4倍速 CD ロムドライブを装備。ミディオンゲンボードが標準搭載されたモデルもあり。C バスは3つ。筐体デザインこそ3代目のままだが、スペックが向上。持ち運びができる CR13 が登場。PC-9821CB10 CPU、Pentium。 メモリ、16MB、HDD、850MBOS、Windows 95996年2月、発売。14インチ CRT ディスプレイ一体型。4倍速 CD-ROM ドライブを装備。c バスは1スロット。PC-9821CX13、CPU、Pentium、メモリ、16MB、HDD。 850MB 1.2GB OS w Windows 九十五千95996年2月発売15インチまたは17インチの CRT ディスプレイ別体系4連装の4倍速 CD ロムドライブを装備 C バスは3スロット PC-9821CR13 CPU Pentium メモリ、o r y 16MB HDD 850MB OS w Windows 九十五9 5百9 9 6年2月発売黒い筐体が特徴の TFT 液晶ディスプレイを搭載した機種タッチパッド式のマウス機能が付属した専用キーボードが搭載されディスプレイ部にはめ込むことができる4連装の4倍速 CD ロムドライブを装備 C バスは存在せず代わりに PC カードスロットが存在する 取っ手がついており、過半性に優れるが、約 13kg の重量の捕獲同様バッテリーも存在しないのでノートパソコンのような使い方はできない。筐体デザインが一新された。全機種において、C バスが廃止され、PCI スロットに置き換えられた。ディズニーのソフトが付属された。PC-9821CU10、10, CPU、ペンティ i ムメモリ、1 6イト HDD 1.2GB OS Windows 95 1996年5月発売15インチ CRT ディスプレイ一体型4倍速 CD ロムドライブを装備 PCI スロットは一つ内蔵スピーカーはそれまで筐体下部にあったがこの機種からはディスプレイの左右位置を変更されている PC-9821 カラット16 CPU、Pentium、Memory、16MB、HDD、1.6GB、OS、Windows 95996年6月、発売。17インチ CRT ディスプレイ別体系。本体はそれまでのディスプレイ別体系モデルとは、異なり立て置きのタワー型となった。4連装の4倍速 CD-ROM ドライブを装備。PCI スロットは2つ。 メモリが 32MB 標準搭載になり、4連装 CD-ROM ドライブ搭載機種が増えた。またリモコンが、マウスカーソルを動かすことができるタイプに変更された。PC-9821CU13、CU CPU、Pentium、メモリ、32MB、HDD、1.2GB、OS、Windows 95996年11月、発売。 15インチ c r t ディスプレイ一体型。4連装の4倍速 CD r o m ドライブを装備。PCI スロットは一つ。PC-9821CU16、CPU、Pentium、メモリ32、32MB HD、HDD、1.6GB、OS、Windows 95996年11月、発売。CU13 の、上位モデル。 15インチ CRT ディスプレイ一体型。4連装の6倍速 CD-ROM ドライブを装備。PCI スロットは一つ。PC-9821 カラット20、CPU、Pentium、メモリ32、32MB HD、HDD、2GBOS、Windows 95996年11月、発売。17インチ CRT ディスプレイ別体系。本体は、 先代のカラット16と同じくタワー型。CD-R に対応。PCI スロットは2つ。PC-9821CU13T-BCPU Pentium メモリ 32MB HDD 1.6GB OS Windows 95百9 9 7年2月発売。6代目の CU13 にタッチパネルを搭載した。 モデル。スペック的には CU13 とあまり変わらない。キャンビーシリーズの最終モデルとして、1997年8月に PC-9821CU13TB2 と p c 9 8 2 1 c u 1 6ハニが販売された。スペックそのものは、それぞれ7台目の CU13TB 六代目の CU16 と変わっておらず、付属ソフトの構成が異なる程度であった。キャンビーシリーズのマスコットキャラクターとして、Q8 くんという八のキャラクターが扱われた。キャンビーで PC-FX 専用ソフトを動作できる、キャンビー専用のオプションボード、PC-FX ボードが販売されたが、これは PC-FX がとは全く別の製品であり、機能も異なる。p c FX ボードはボード上にバックアップメモリを搭載しており、パソコン側でデータの管理はできない仕様であった。対して PC フックス側、バックアップメモリを搭載していない代わりにデータをパソコン上で管理できた。また、PC フックス側には存在した S 端子が PC、FX ボードには存在しない。さらに、PC フックス側に搭載された 3D 機能も PC、 FX ボードには搭載されていない。ありがとうございます。